猪狩のスリー。チョン・キボブにこの猪狩、2本連続でスリーポイントショットが決まりました。攻撃に持っていった4番猪狩。ハレルソンから4番の猪狩へ。猪狩からエリック・マフィー、よく見ていました。エルボーからのツーが決まります。猪狩、猪狩から菅野翔太、もう一度猪狩。さあ最後誰がフィニッシュをするか。猪狩のレイアップ決まりました。チェンディモムからキックアウト。猪狩、猪狩が仕掛けるレイアップ、決まりました。小森、そして猪狩、猪狩渡るからバウンスパスへ、チェニケ、ファールがありました。エンドワン